今週もですね千里ちゃんと3人でお送りしたいと思います、はい。まあ、今日は早男初登場でございましたね、はい、早男コントが千里ちゃんもでも結構満足していただいたように、聞きましたもん。ではあれですか、これをコントで使う気ありますか。あ、これをぜひ今日教えてもらって。あ、ちょっとじゃあやってみてよ。え、ここでですか、うん、私はですか、うん、お前しか踊れねえんだよ。俺は覚える気ないけどね。いやだからこれ、うん、1、2、うん、あいつは、あいつはこういう風にやってるんですね。え、そうです。あいつは、あいつは、いきますよ、3、はい、はい。そうですね。ちゃんと足も出してる。難しい。あ、そう、うまいですよ。まあ、なんか刑事かなんか追っかけられてる犯人みたいな。そうそうそう。あ、まあ、大体でも思いましたね。あ、はい、とにかく最後はですね、これだけ。これまっすぐ前を向くんですか、正面を。ん？こういう感じ。そうです。ちょっととぼけた顔が入る。カメラあった場合はカメラ目線で。カメラ目線。ちょっととぼけた感じで。と、うん。ね、男、かわいい。ちょっと見たかっただけ、見たかっただけ。じゃあ、あ、それではお知らせでございますね。この出ました7人のオタク、あ、これがついにビデオになりました。いや、来ました、昨日発売したばっかりということでございまして、はい、これは実はですね、熊本東映に千里ちゃんは実は見に行こうとしたんですよね。そうなんですよ。ちょうどお正月に友達と、うん、チケット前売り買って行ったんです。ちょうど内村さんが来てる時、うん、舞台挨拶して、そうで帰ってる時ですか。そうです、うんうん、これでオールナイトニッポンで話したじゃないですか。初めて聞くようなマイナーリアクションが。本当ですか。うん、熊本正月帰省した時に。じゃあこれは見ようとしてくれたわけですか。そうなんです、チケットも買ったんです。うわー、そうですか。ぜひこれビデオになったんで、はい、見ていただきたいと。まだ僕らももらってないんですけどね。僕らは買うつもりないんです。ビデオ10名の方にプレゼントしたいと思います、はい、こちらまでどんどんハガキを書いて送ってください。森高さんも見に来そうになって、この7人のお客さん来そうになった。結局はやめたのよ。